来ました。新しい仲間をご紹介いたしますね。最新の入店情報なんですけどね、と言いましてもね、これに実は3日ぐらい前に入ってるんですよ。で、忙しくてね、他にも入ってるんですけど、とうとうその日とか次の日にご紹介する予定が伸びてしまいました。文鳥がね、もう最後の頃でたくさんはいないんですけどね、一応この4種類ね、入ってきましたよ。桜ですね、はい、これ白、これはシナモン、シルバーと各1羽ずつですけどね、入ってます。今もうついさっき餌食べさせたばっかです。4回目の シルバー、シナモン、白、桜、こういう感じです。はいはいはい、1羽が鳴くとみんな鳴きますね。餌食べたばっかりなのにまだくれちゅう。そこういうところはね、適正によう似てますね。適正がそうです。何遍やっても口開けます。周り中ね、パク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 やってるから、噛むのが多いですよね、餌やってる時。あれ別に人間が怖くて噛んでんじゃないですよ。その辺噛んとけば餌にありつけると思う習性ですね。この子たちも同じようなもんです。口開けときゃ餌が口の中入ると期待してるんでしょうね、多分。次はね、これと一緒の日に来ました、マメルリハとかね、秋草インコのローズと、それからオカメが4本でいます。順次ご紹介いたしますね。文鳥はじゃあこれぐらいにしておきます。